行きますか。了解だ。よし、イサナ船に乗り込め。またムービーかな。おお。あれなのかな、ここのね、殴り村に来るまでに乗ってたやつはどうしたんだろう。あの馬車というか、なんというか。誰の足だ今の、この足、今の足。あらららら、わあ。これこのクジラの口の中は大丈夫なの？水が入っても。お、ほうたためーって。あーあーあああ。なんだなんだ。うわ、なんか来た。これは誰視点？俺視点？おお、来た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 。ジャケットモンスターです。なんだこのモンスターは。こいつは一体。いや、今はそれどころじゃない。聞いてくれ、我らのダンハンター、なんとかこの場を切り抜けよう。このモンスターの体力を減らし撃退するんだ。この船にはバリスタや、流撃砲の兵器がある。これをうまく使ってくれ。バリスタはバリスタの弾を打ち込んで使用する兵器だ。まあ、この辺は知ってるからいいや。ちょっとタイミングを覚えてないんだけど、お前さんが3回倒れたら、はい。いや、いいです。いやー！あっ！マジか！これは知らなかった。水に飛び込んじゃった。やばいやばい。これは撃退するだけでいいのかな？あ、今クエスト出ちゃったね。ゴアマガラだって。名前出てんじゃん。ハテナハテナの撃退と言いつつ、ここで名前が出てますけど大丈夫なんですか？特に船の耐久がどうのこうのっていう話はないんだね。お、支給品あるじゃん。ラッキー。ラッキー。あ、じゃあこれ最初に降りて正解だったね。で、そのゴアマガラを撃退すればいいんだね。そうか、こんなネタバレがあったんだ。壮大な。で、どこ？いたいたいた。あー、で、これで何？あれ？ちょっと待って。大砲、ここじゃないの？弾。よいしょ。ハンターさん大丈夫ですか？もしかしてその症状は、え、何？最近発見された正体不明のウイルスが引き起こす症状と同じなのかもしれません。たった今調べた書物によりますと、ひとたびこの症状を起こせば、時間経過や攻撃を受けるとともに、ハンターさんの体中にウイルスがどんどん広がってしまうようなんです。これはとても危険な状態です。ウイルスが体中に広がりきる前に、体内の免疫力を高め、症状を克服しなければなりません。ハンターさん、底力を見せましょう。モンスターをどんどん攻撃して、体内に広がるウイルスを弱めてください。はーい。どん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 このね、モンスターに攻撃を与えてって、そのウイルスとやらを克服しちゃいましょう。はい。こいつがジャケットモンスターのゴアマガラですね。最初のオープニングで、ティガレックスをボコボコにしてくれた、やからですね。どいてどいて。いててててちょ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 、なんだよなんだ。多分乗れると思う。いててて、痛い痛い痛い。でかいな、こいつも。乗りたいと思ってるんですが。ちょっとこの船の構造がよくわかってない。多分最初に乗った時と同じだよな。おっと、暗い。よく見えない。相変わらずの DS の照明は、ね、一番暗くしてあるからよく見えないんだけど。バリスタの弾。とりあえず、ここでバリスタの弾を回収しておこうか。だからね、実際ね、ゴアマガラとね、こういう状態で戦わないからね。よくわかんないけど、戦い方は。あ、来るな。あ、なに？その正面にいるから、今、ちょっと待って。え、もう、ちょっと船の構造が分かってない。今これを使えってことでしょ？おらよ！すげえ都合よくそこにいるな。すごいな。あ、出てた！くそ！とりあえず槍はぶち込んだから。
ハンタさん、正体不明のウイルスと症状についてさらに調べておきました。大変なことが分かりました。ウイルスによる症状を克服できず体内にウイルスが広がってしまった場合、多分広がったね。困ったことに、ハンターさんの自然回復力が全くもってなくなってしまう上に、このウイルスを含んだ攻撃を受けたとき、ダメージ量が増えてしまうんです。例えば、ハンターさんの体内はウイルスが完全に広がっている状態です。これは大変危険です。はい。そんな時には、この打ち消しの実を飲みましょう。意味ない。あれ、意味なかったっけ、打ち消しは。このウイルスのさ、腫瘍って、どうなんだろう、ちょっとまだクロスで、こいつと戦ってないから、よくわかんないんだけど。まあ、こういうことだね。かなりダメージ量が増えちゃうんで、一撃が重くなるんだよね。お、帰ってくるの早いな。あ、そうか、猫に引きずられるシーンがないからか。なになに、見えない見えない。ちょっともう、この船ね、戦いにくい。よくこんな、船に乗ってたな。大変、あの、殴り村の人には大変申し訳ないんですが、戦いとなるとめんどくさいぞ。いや、もう普通に攻撃しよう。ちょっともう乗り攻撃とかは、また、こいつと戦う時にお楽しみください。今は、撃退することが多分優先されるので、はい。はい。まあ、ガンガン攻撃当ててれば勝手にこいついなくなるんで、はいはい。ハンターさん、はい、何ですか？朗報が一つあります。体中にウイルスが広がりきる前に症状を克服した場合、しばらくの間、いつも以上の力を発揮できるようなんです。それを先に言ってほしかったね。ただいま、ハンターさんの体内からは、症状が完全に消えています。なんだか力が湧いてきませんか？はーい、頑張ります。で、乗り切ると、俺の名前、ミツナの名前の横のマークが変わったと思うんですけど、それで能力値がアップするわけですね。だから、いつも以上のね、この、力を、発揮できるわけだね。まあ、ダメージ量が増えるとお考えいただければいいんじゃないでしょうか。おいしょー。大砲撃っちゃう？大砲撃っちゃう？大砲撃っちゃう？あ、ズガンと。バリスタでいっか。ははは、どうよ。すぎゃーん。いいね。やっぱバリスタの一撃が重いね。あー突っ込んできた。おお、回復薬しかないわ。ごくり。顔ドアップ。いてて、しっぽ。しっぽしっぽ。よいしょ。どうなんだろう、この戦いでは、しっぽは切れるんだろうか。待て。何気にちょっとまずい、体力が。持ってかれてる。とっと。おら、あ、ラッキー、乗れたわ。乗れたの、あーダメだ、フィールドが狭すぎて、阻まれちゃうな。あのね、この船狭い。なんて狭さなんだ、これ。戦いにくいな。もう地上で戦おうよ。ほら、もう、はい、ラストチャンス。やばい。あ、なんか使えるようになったって言ってたな。あらよ。すげーん。これでオッケー。で、しばらくは戻ってこないと思うから、今のうちにバリスタを回収しておこう。初荷物だね。やばい。パソコンの画面見た方がいいかな、でもな。ラグが出るしな。とっと。来た。ここで、一応下見ておかないと。うわ、マジか、真正面か。何気に頭いいな、こいつは。ただのバカじゃなかった。あー、突っ込んでくるよね。そうだよね。まあ、軽く大砲でダメージを与えたところで。あ？あ、終わった。なんか終わったぞ。この船はちょっと改良の余地があるんじゃないか。戦いにくい、ここ。
なんて読むのこれ。なんとかれた竜うろこ。うん。こんだけか。まあ、なんかクエスト成功しました。行っちゃった。いや、狭かった、ここ。よくやってくれたな、とは言ってますが。おお、帰ってきたぞ。ああすげえ。船が突進してきた。出た、筆頭ハンターか。あら急に雰囲気変わったけど。南国チックな。ヒットハンター似合わねえな南国が。ええ、みんな無事のようだな。ヒットリーダー、君も無事で何よりだな。大丈夫？どこも痛くない？お腹空いたでしょ？あなたたちモンスターに襲われたんですってね。ここはチコ村っていうの。村長の私とアイルちゃんしかいない小さな村なのよ。遠慮しないでゆっくり休んでいくといいわ。覚えているか？あの瞬間、奴に手取りをかました無茶な船がいたの。俺たちはあの無茶な船のおかげで奴の最後の一撃を食らわずに済んだんだ。お言葉ですが、書記官殿、無茶というのは訂正いただきたい。奴を追う途中で襲われている船を見つけた、救出は当然のことです。無茶だったよなで、なんとか体勢を立て直して、ここチコ村に流れ着いたんだ。しかし、あれだけの目に遭いながら船が壊れなかったのは、相棒の頑丈な設計と何よりお前さんのおかげだな。それにつけても、おやつは変わる。まさか、ギルドが総力を挙げて調査している謎のモンスター、つまりは、筆頭ハンターたちの任務隊長に鉢合わせするとは思わなかったぞ。黒食竜、黒食竜かな？グアマガラ、あのモンスターの名です。奴は大変危険だ。神出鬼没の上、見境がなく、暴挙の限りを尽くして姿を消します。速やかに生態を調査し、討伐しなくてはならない。何としても。書記官殿、奴のことは我々にお任せください。どうか手出し無用で願います。言ったな？言ったな？お前ら絶対やれよ。うん、そうか。もしまたばったり出会っちまったらいかんともしがたいぞ。ならば、もっと優秀なハンターを雇うべきです。うやうや、我らのダンハンターは、そんじょそこらのハンターとは一味違うぞ。じゃあ俺たちはおとなしく、シナト村を目指すとするか。あらまあ、あなたたちシナト村に行きたいの。実はね、あの村は、高い高い山の上にあるのよ。船で行くのは残念だけど、ちょっと無理ね。なんと、そうなのか。そいつは参ったな。仕方ない。ここは一つ情報を集めて、別の経路を探すとするか。よし、決めたぞ。しばらくこの村に滞在しよう。あら、だったらハンターさん、一つ頼まれてくれたら嬉しいわ。このところね、村の近くに大きなモンスターが現れるようになってね。私が村を守るわよって頑張ってるアイルちゃんが離れのポカポカ島にいるのよ。ほう。あの浜の沖よ。お話聞いてくれたら嬉しいわ。ポカポカ島？ポカポカ島？雑貨屋さんだ。全部アイルなんだね。うん、アイテムは、まあ、いいや。はーい。ん？なんかいるぞ。臆病なオトマヘル。こいつがね、すげえクエストね、発注してくんだよね。ぐすんぐすん、僕怖いにゃ。いかつい人たちがたくさん来てるにゃ。ん？誰にゃ？さては僕をお供にしようとスカウトに来たハンターだにゃ。ぐすん、あっち行ってにゃ。僕臆病な、お供なんかできないにゃ。村を守ることなんかできないにゃ。ほう。もう一人いるかな？あ、竜神商人か。まあ、これはいいや。じゃあ、とりあえず。あれ？くそ。移動できないのか。じゃあ、これで行くのかな？はい。ポカポカ島。来た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 。お掃除屋さんだ。
トゥ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 。管理人さん。ああ、困りましたわにゃ。ああ、どうしたらいいのかしらにゃ。お手前いるはつまらないし、あの白い子は臆病だし、私もう参ってしまいましたにゃ。いつか来たるお友達のためにこんなに素敵なパラダイスを掃除していますのににゃ。20匹ぐらいなら私が、ね、面倒見ますから誰か使ってくれませんかしらにゃ。あら、そこのハンターのあなた、やれそばにゃ見ていましたのにゃ。私意味なく放棄を抱えているわけじゃありませんのよにゃ。実は最近村の近くに大きなモンスターが現れるようになりましたのよにゃ。だから私強くて勇敢な野良お供を募集しましたのにゃ。編集文を入れた瓶を海に流して、野良お供とは旦那さんを待たずに放浪しているお供アイルのことですわにゃ。この島はお供アイルを待機させておける夢のパラダイス島なのですわにゃ。待機できるお供は今のところ20匹まで。ですが1匹も集まらなくて、ああ、募集文の内容がいけなかったのかしらにゃ。あら、お待ちになって。空の彼方から飛んでくるあれは一体何かしらにゃ。なんだ？ん？なんだ？おお、かっこいい族。素晴らしい、お見事。その身のこなし、鋭い眼差し。もしあなたはあの筆頭お供様、筆頭お供様、憧れの方が目の前に。あら、矢に手紙がついてますわにゃ。では読みますわにゃ。野良お供の寄り合い所にババコーンが現れ、誰か助けて、野良お供より。まあ、なんてことですわにゃ。野良お供が困っていますわにゃ。え、筆頭お供様が、まさか野良お供を救い出しにいざ出陣してくださるのですのにゃ。筆頭お供様、なんて素敵。そうと決まりましたら、私も協力いたしますわにゃ。ご説明した通り、この島にはお供を待機させておきますのよにゃ。そこの友ハンターのあなた、どうぞこの島を自由に使ってくださいませにゃ。それでは野良お供への救出よろしくお願いしますわにゃ。きっとお供様とお供ハンター様。お供ハンターって言うな、俺はお供じゃねえぞ。くぅ、すごいな、よく矢をキャッチしたな。ということでここに到着しました。ここではお供アイルを待機させることができて、トレーニングとかね、あとは魚釣りとかできるんですけどね、まだお供がいないので全然いけません。でクエストがね一つ出てきたので、そのババコンガをまあ討伐しに行くんですが、ちょっと今回やってると時間がねかかってしまうので、うん、一応今回は短いですがここら辺で終わりにしておこうかなと思います。クエストクエスト、お姉さん太ももすごい良かったです。ふう、なんだか大変な目に遭いましたね。皆さんも怪我一つなく無事です。我らがイサナ船に船、ん？怪我もありません。ハンターさん、あんなモンスターどんな書物の中にも見かけたことがありません。ゴアマガロって言うんだよ。なんだかとてもまがまがしいものを感じました。黒雲が広がるみたいに、欲膜が空を覆い尽くして渦巻くように。あ、いけないいけない。ハンターさんのおかげでみんなが無事だったんですしね。それに流された先にチコ村があって本当にラッキーでした。チコ村って不思議な村ですね。竜人の村長さんとアイルさんしかいないなんて、なんてファンシー。さ、気を取り直して。はい。え、ふむふむ、野良お供さんが？うんうん、ババコンガに。はい、これですね。題して、野良お供危機一発。これはババコンガの狩猟ですね。目的地は原生林です。原生林は命が育まれる地と言われるほど動物や植物の多い土地なんです。ということは、それを獲物とする大型モンスターの楽園でもあります。はい。じゃあ、クエスト。これで、レベル4のクエストが出てきました。野良お供危機一発。ババコンガ一頭の狩猟ですね。次回はこれからやっていきましょう。よし。じゃあ今回はまあゴアマガラ戦というかね、船の上での撃退戦になりましたが、いかがだったでしょうか。まあちょっとあの船の構造が全然理解できていなかったんで、ジエンモーランとかダレンモーランみたいな船なのかなと思ったら全然違ったので、ちょっと戦いにくさがあったんですが、まあそのおかげで二つしちゃいました。ごめんなさい。よし、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきましょうか。まあこんなね、ほのぼのとした音楽で終わるのもあれかなと思いますが、おうおう、元気出せお前元気出せよ。ああよし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。 Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。